さあ頂点を掴み取るチームはどちらになるのか。甲子園大会決勝、掛けの森 VS ぶっちぎり大付属。おっと来た来た来た、この BGM は聞きたかった俺は。バッターは3番卑劣。お前卑劣なことしてくるんじゃねえだろうな。さあ戦おうぜぶっちぎり大付属よ。打ちました。辻のボールを掴んだ。セカンドから一塁送球、ツーアウトランナー三塁に変わります。さあチャンスが広がって、ここまで来たからには絶対勝つ。第9位投げた。うわっ打ちました。取れる。ゴミエッレフト前クリーンヒット。くっそー、今飛び込めば取れたかもしんねえな。自動得点で取ってくれんかな。うわノーアウト1、3でやばいやばいやばい。しかもさっきヒット打った卑劣、いやこいつじゃないか、こいつミートへパワーええじゃん。やばいな、ここ前進守備やっておくか一応。しかもこっからクリーンアップかよ、走ってくるからなるな。オッケー、これちょっとボール球で、スライダー。ああおい何やってんだよ本当に。お前理事長に言いつけるからな本当に。何大事な場面でエラーしてんだよお前さ、本当に言いつけ守ってれば。いい話だもんな、お前何エラーしてんだよボーゲラスが。お前お前マジで理事長に後でちょっとお前ポアさせれるからな本当に。お前今完全に打ち取っただけだね。何のために前進守備なんでボーゲラスが。お前ケツいけないかこれ。ああ無理か。クソがお前洗脳が足りねえか。おいそうかそうか、おい理事長の清水飲ましてやるよ後で。ああそんだけ言うんだったら、お許しを許すわけがねえだろお前。クソ影の森のお前恥が、やばいくっそー、一気に崩れ出した。あいつちょっと監禁させて後で個室で永遠に理事長の説教のちょっと録画。あちょっと待って、やばい、うわっえマジかよ。あ2点止まりか結局。まだわかんない。あおいちゃんマリンボール、ちょっとお前に抑えられるのか。なんかさ俺の持ってる球投げてくんねえやマジで。違うんだって、高めちょっとストライク入っちゃうマジで。さあいよいよ9回に入ります。バッター無法、あマジか、ど真ん中ちょっとこいつあれだ、議長に おちょっとあれだ、犯させるわこいつマジで、うん、罰として。あおいちゃん今日3人目のピッチャーとして登板です。おいケース、くっそー投げました。ブブ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 ブ、でも9回ありますよねまだこれ。ノーアウトからおそらく、まだは終わったわけじゃない、まだ終わったわけじゃない。くっさストレート、よしまだ上がんない、まだ上がんない。くっそー影の森誓っただろみんなで、影の森高校みんな一同、こいつら先駆け、この甲子園を先駆けにしてみんなを洗脳するって誓ったじゃないか。それだが、それが俺らの夢だったじゃないか。頼む頼む頼む、見送ってストライク、バッター追い込まれました。一つ外したボール、カウントワンボールツーストライク、投げた、オッケー、空振り三振。おい聞け、お前だ理事長からこれを授かってきた、これを飲め。何ですかこれ、理事長の聖水だ、ごくごく、これはうわー、なんだやつらの覇気が急に雰囲気が変わったぞ。
なんだこいつら。いや、何を飲んだんだ。てめえ。影の森高校なめんなよ。くそがお前。すべては理事長のため。第2球。投げた。おら。よし、まずはヒット。よっしゃ、D 長、みんな D 長の顔思い出せ。全ては D 長のために。ちょっとピッチャー代打出します。これお前大丈夫か。代打丸信じていいのか。いやダメだ、こいつ弾道1だからこいつに変えるわ。こっちにしよう。小野田お前もこれ飲め。よし続いていく。全ては D 長のために。まだ終わらねえ。影の森高校の夏はまだ終わらない。第3球を。あぶねえ。繋いでくれ、頑張って。おっ、あ、やばい、落とせ。あぶねえ、ナイスナイス。あっ、やめて、負けつなげ。影の森高校お願いよ。なぜ理事長、うわ、なんだ、さっき飲んだ薬の副作用が、うわ、なんか体がだんだんシワだらけで、やめてください理事長。うわ、すいません、俺たちを許してください。うわ、体が蝕まれていく。嘘だろ、あ、俺の体が、もうお前たちはよずれだ。うわ、どうぞ。なんだ、影の森高校の部員全員がビーボービーボー。その後、影の森高校の部員たちは屍のように二度と動くことはなかった最悪だマジで。その程度の力で我に挑むとは少し根性が足りぬわ。あえてチームの人たちには日本一になれてよかったな。ふざけんなマジで。おいらは日本一になりたかったでやんす。ダメだよそんなことじゃ。やめやくんは高速のこと分かってないみたいだな。もうダメだよサードのやつ本当に。あいつマジで個室に閉じ込めて永遠に理事長の録画したテープ聞かせてやるわ。説教、録画したテープ永遠に聞かせてやるわ本当に。閉じ込めとけあいつ、牢獄に入れとけ。よし、今からじっくりと話してあげるよ。負けた。実力差でやんすかね。何を言ってるんだお前、今泣いてるんだろ。泣くということはつまり争うことに対する意欲がまだ抜けてないんだ。高速を思い出せ。もうここに来てないんじゃマジで。もう結局甲子園優勝できなかったし、高速とかどうでもいいマジで。ああそうか、そんなことにも気づかなかったなんて、俺は浅はかだった。よしこれからはもっと校則を守っていくぞ。うん、それでいいんだ。おいらは遠慮しておくでやんすよ。